や、っていうかさ、待って待って、一つ気になるんだけどさ、なんであのゾンビを倒した後にビルの話が出たの？ あの倒したゾンビがさ、ビルを連想させたのかな、気難しい的な。そうだな。なんか作れるかな。あ、テープが足らない。いやー、なるほどね。本当にいい感じですわ、さっきのこの鉄パイプな。ハサミつけて、それで一撃で敵を殺せる的なやつだね、きっと。リボルバーをゲット。リボルバー、あっと、ちょっと待てよ、18か。いや、リボルバーはちょっと緊急事態に備えて貯めておこう。見えるか？見えるな、見えるな。あ、出るぞ。よっしゃ。こんなことしてたらビル怒るんじゃねえのこれ。敵を近づけないためにやってたね。ちょっと何やってんのあんたらみたいなね、激おこだよ。どうしたどうした、なんか楽しい曲でも知ってんのかい。これは何だったんだ、砕けなかったけど、爆弾で砕けなかったけど、あれは何だったんだろうな。超強いレンガ。なきゃねえな。お、ここに何かありそうだ。お、待って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 、そんなバカな、嘘だよ。ハンドガンの弾持ってない、じゃあリボルバーか。そんな冗談、よしおさん。嘘、18発しか持てないの。全然持てないな、おい。リボルバー使っていくか。いや、でもここに戻ってこれるかってのはまず謎だし。おっと、これはいかんやつや。あっと、大丈夫？拍手、ビルミ、何なのこれ。ビルのふざけたトラップだよ。トゥームレーダーで言うと、これはハンドガン出して、そこ冷蔵庫が重りになってる。わかった。いやー、もうこれ、ロープを切れ、それで落ちる。わかった。いやー、もう来るでしょ、奴ら、奴ら来るよね。ちょっとハンドガン装備しよう。やっぱり来た。おい、リボルバーかよ。ほら、よっしゃ、ちょ、リロードして。器用だな。あ、やばい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 、寄るな、このボケが。危ない危ない危ない。よし、エリーが危ない。うー、あー、まだいる。やばいやばい、リロード、間違った間違った。ちょ、待て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 か。やばいやばいやばい、あぶねえ。ほら、やべ、クリッカーもいる。うぅ、よし、あ、これはやばい。うぅ、これはやばいよ。よいしょよいしょ、あ、早くリロードしよう。クリッカーはやべえな。やばい、やばい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 、クリッカーは近づかれたら一瞬で死ぬんだな。よし、ヘッドショット。よし、お前もだ。リロード、急げ急げ急げ。よいしょ、やばい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 、よし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 、いけ。よし、ヘッドショット。ちょっと待てよ、クリッカーは
倒した？え？ちょっと頭打ったでしょ。待て待て待て、来んなよ。よし、あー危ねえ。まだか。待って。あーっと倒れちゃった。なんだ今。これはエリーを守るのか。あ、やべ、超追っかけられてる。よしよし、エリー、奴らが来てる。こっちだぞ。俺が襲われなくなったけど、あ、クリッカーか、やばいな。音立てんな、音立てんな。よし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 、危ない危ない。エリーに触るな。よっしゃ、危ない。まだいる。くそ、多いな。おい、やばいやばいやばい、おらー。お、だ、誰？ビルか。ちょっと待って、ちょっと待って、待って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 、そっちか。あぶねえ。走れエリー、武器変えたいのに。やべ、あーやべやべやべ、ちょ、出す出す。ああ、やばいやばい。よし、倒そう。よし、タグダウン。くそ、多いな、数が多い。危ない危ない危ない。よし、エリー、気をつけろ。エネミーニュートライズ。なんか落ちてる。よし、おい、やばいやばいやばい。おいしょ、よっこらしょっと。ふぅ、危ねえ。いやいやいや、ちょっと待って、リボルバーの弾、危ねえ。ちょっと待って、物資を集めさせてくれ。いやでも敵来てんな。お、バット、多分もう壊れちゃうだろうな。よし、やばい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 、急げー急げー。さっそと登ってくれー。了解了解。よし、あぶねー、ビルがいて助かったわ。分かった。ああ、ありがとう、助かった。あ、エリー。え、何、ジョエル、何すんの。後ろ向いてひざまずけ。落ち着けよビル。後ろ向いてひざまずけ。俺は本気だ。おい、落ち着け。噛まれたか。いや、出来物は感染はしてない。万が一お前、クソガキが。もうやめろ。やめろって、勝手に家に入り込んで罠を全部台無しにして、殴ってきたのそっちの方だろ。それなんだよそのガキ。なんでいる。
あんたに関係ないでしょ。さっさとジョエルに借りを返してよ。まずはこの手錠外して。ジョエルに借りだって何の冗談だ。手短に話せ。車がいる。マジで冗談かよ。車が必要だと。そもそも車なんてないし、もしあったとしてもお前に渡すはずないだろ。え？ああジョエル、車か、持ってけ。ついでに食い物も全部だ。どうせ食いすぎでしょ、このテーブ。よく聞け、クソガキ。黙れ豚、あんたこそ。いいからお前は黙っとけ。いいな。お前にそれほどの借りを作った覚えはねえぞ。いや、ビル、作ったろ。どうせ使える車はない。町のどこかにはある。あるのは車の部品だけだ。じゃあ修理はできるってことだな。分かった。こうしよう。町の反対側に必要なものがある。取ってくることができれば車を修理してやれるかもしれん。そしたら借りはチャラだ。いいさ、どうせもうすぐ死ぬんだ。よし、ついてこい。町中に罠が仕掛けてある。ヘマすんなよ。あんたがね。やめろ。ビルのあのナイフかっこいいな。何か必要なものがあるんだったらこっから持ってくんだな。すまんな。エリー、使えそうなものを探せ。はいはい。あ、鉄パイプゲット。ん、こいつリロードできるでしょ。いやー、じゃあ時間的にここでちょっと素材っていうかアイテムを集めて、そうだね、それでおしまいかな今日は。いやー、あー危なかった。ねえ、あいつなんであんなに偉そうなの。エリー、あいつに絡むんじゃない。兵のメモ。打撃武器を強化。いやーごめん、今ナイフだわ。ちょっとナイフ優先でお願いしますわ。で、ちょっと回復しとこう。いやー危なかった。本当にピンチだったよな。アルコールが足らない。アルコールを探せ。違うわ、ミスったミスった。これは刃物でしょ。あった、アルコールゲッチュ。よし、いいね。物資がいっぱいある。違う。お、助かる。てかこれは、あ、違うわ。こっちはリロードする必要はないんだよね。いや、とりあえずこっちでリカブ棒でお願いしますわ。てところかな。いやー今回はね、全然緊張して全く何も喋れなかったけど。お、ナイフの使用回数が1回増えた。もういいのか。ああ、そうだな。というあたりでね、じゃあこのあたりで今回は終わりにしようと思う。ということでね、どうやらエリーとジョエルの旅はこれから本格的に始まっていくみたいな感じだね、これは。ではまた次回をお楽しみに。ほんじゃあまたな。じゃあ。